メウルトラマンウルトラジオ。ウルトラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの早田真二郎役、ウルトラ声優木村良平です。そしてウルトラジオをお楽しみの皆さん、今回もよろしくお願いティア。もう一人のパーソナリティの北斗星司役、ウルトラ声優ハンメグミです。はい、ということでね、はい、まあ僕はねこのマスク使ってのラジオが嫌なんで普段リモートなんですけれども、うん、今日はしょうがないのよ。いやー、久しぶりに目の前に兄さんがいる。あ、そうなのよ俺もめぐ目の前にいんのは、まあ、悪くない悪くない悪くないせめていいと言ってくれ。悪くない、うん、だからそれ以上に今日は来なきゃいけない理由があった。いや、だって今日は来なしゃあないやろ。いや、これはもうね、迎え入れるしかないですよ。しかないということでね、はい、まあ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 、まずはね、いつも通りのウルトラジオやっていきたいんですけど、第9回のオープニングの話題はこちら。はい、ウルトラネーム猫まんまさんからいただきました。ありがとう。ありがとう。良平さん、ハンさん、こんにちは。こんにちは新しい。突然ですが正直に申しまして、私はまだネットフリックスに加入しておらず。加入な。あ、本当だ、加入しておらず。なかなか自信満々で介入しちゃった。ウルトラマンシーズン2を見れておりません、うん、しかしラジオを通してひしひしと伝わる面白さ、見どころ、熱気、地上波で放送されるのが今から楽しみです。放送されるのかな。まあいいか。そこで、まだ見れていないファンに向けてここはここを見てほしいというシーンなどを教えてほしいです。よろしくお願いします、というお便りです。はい、そうですね、うん、そうね、地上波で放送される予定は特にないので、うんうん、楽しみにしててもな、そうね、加入したくなるようなプレゼンしなくちゃいけないですね。じゃあね、いや、もう見どころ、いやね、俺やっぱね、まだ見てないんでしょ、手術。見てないって。手術見てない人に見てもらうためにやっぱおすすめするところはあれかな、6話のラストかな。いや、もうそこまで見るしかないな。6話のラストやっぱ見ないと。いや、もう見ないと、うん、あそこを見てほしいな。うん、あそこだけでいいんだったら、まあ、あそこだけでもいいんだけど、うんうん、まあ、もし気になるならその前。いや、もう、うん、その前の前の前くらいからもうぜひ1話から見ていただきたい。見どころしかないから。メグは？そうっすね、この方ウルトラマンとか特撮の方を見てるのかな。でも、うん、なんか見てなくても見ていても、はい、もうね、熱くなるしかない。確かにな、うんうん、まずね、やっぱこう今回のシーズン2のやっぱりちょっと、まあ、主人公的なポジションにもいるこの東光太郎のね、ええな、ね、活躍。 いいよね、またガラッとシーズン1とちょっとそういう意味でさ、うん、色がちょっと変わってさ、カラーが変わりますからね、うん、うんうんうん。まああとそうですね、あ、ネットフリックスの話になってるんですけどネットフリックスに加入してるとねうん、うん、なんかね、聞いた、なんかグリッドマンっていうなんか面白いアニメがやって見れるらしくて。見れる見れる見れるらしいんだよ。私それで最近一気見したもんね。本当、うんうん、いや、すごい面白いんですよ、やっぱり。面白い面白いよ、これもやっぱネットフリックスに入ってると見れるらしいんで、そう、ぜひ見ていただきたいでございますよ。はい、こんな感じでこの番組では皆さんからのメールを紹介するとともにウルトラトークが進行していきます。投稿お願いします。さて、このウルトラジオはアニメウルトラマンについて私たちウルトラパーソナリティがウルトラリスナーの皆さんと語っていく光の国からお届けするラジオです。今回は番組初のコラボ企画です、うん、とある番組からね、とある声優の方がこの光の国にゲストとしていらっしゃっております。番組後半に登場していただきます。ウルトラお楽しみに。それじゃあそろそろ始めていきましょう。アニメウルトラマンウルトラジオ第9回アニメウルトラマンウルトラジオ。この番組はウルトラマン制作委員会の提供でお送りいたします。さて、今回の番組前半はこちらのコーナー、ウルトラマン大喜利ウルトラ O。こちらはウルトラマンを題材にしたいわゆる大喜利企画、ウルトラ O です。毎回ウルトラマンにちなんだお題を出しますので、アニメウルトラマンやウルトラマンのネタを中心に送ってください。ということで今回のお題は、諸星団のプライベート、実はこんな感じ、最後の特集となります。楽しい回答をお聞きください。うん、ウルトラネームカールさんからの、諸星団のプライベート実はこんな感じ。シュワッケ。ハンバーガーを食べるときはピクルスを避けるタイプだ。わー、細かい。マジでありそう、うん、ありそうだな、うん、本当に。続きまして、ウルトラネームスペースマミーさんからの、諸星団のプライベート実はこんな感じ。シュワッケ。忙しい日はコンビニ飯で済ますけど、割り箸袋に入ってる爪楊枝は使わない。ただ捨てるのはエコじゃないな、と貯めている。似てる。いやいや、ちょっと江口来たかと思ったよ、びっくりした。やめてやめて
やめてやめて、ちょっと頑張ったけどやめて。つまようじエコじゃないって貯めてるって。どうすんだろうね、貯めてね。貯めてなんかあれじゃないですか、なんかこうつまようじでセブンとか作るんじゃないですか。そこまでいけたら大したもんよ。大したもんやってほしい。はい、続いてウルトラネーム地球外チンゲンサイさんからの諸星団のプライベート実はこんな感じ。検索履歴にいつも眉間のシワの取り方が出てくる。気にしてんだ。気にしてんのか。かわいい。表情変えろ。ウルトラネームかなさんからの諸星団のプライベート実はこんな感じ。この僕に肌荒れなんて一切許さない。スキンケアに時間とお金をかけてる。似てる。やめてやめて。びっくりしちゃった。寄せる気ゼロだから。寄せる気ゼロだから。うん、寄せる気ゼロだから。あ、肌綺麗だもんね、確かに、ね。そう、みんな綺麗だけどね。はい、続きまして、ウルトラネーム有毒アリスさんからの諸星団のプライベート実はこんな感じ。実は美肌男子、暇さえあればパックしている基礎化粧品に詳しい美容記事もチェックという、まさかの。まさかの。意外にそう見えている人もいるかもしれない。事実なのでは。2件来たら事件来たらもう事実、うん、名言ですね。続きましていきますよ、はい、ウルトラネーム千尋さんからの諸星団のプライベート実はこんな感じ。推し地下アイドルのライブで全力でおたげをしながら愛の手を入れる。いややったね。そしあ、やりました、やりましたね、うん、あのシーズン1でレナのね、レナのライブシーンね、うん、やりましたけど、アイドルの応援ってどうやってやんだっつって、そっから始まって詳しいの誰って言ってね、うん、楽しかったね。楽しかったですね、うん、あ、白石さんが先導と切ったんでしたっけ。あ、なんかそんな気がしましたよね。白石先輩がね、活躍なさってましたね。そうそうそう、懐かしい、はい、それをしてると、はい、続きましてウルトラネームハリの隊員さんからの諸星団のプライベート実はこんな感じ。地下アイドルのドキュメントを見て号泣。いや、2件来たら事実、ま、事実でした。いや、ちょっと待って、事実でしたね。ここからちょっと2件くらい来るよ、またこれちょっと原作さんにお伝えしないと。お伝え聞いていただいて、実は事実があるんですけど、諸星団の新たな話かけちゃうな、これ。はい、続きましてウルトラネーム月さんからの諸星団のプライベート実はこんな感じ。家に帰ると子犬や子猫がいて赤ちゃん言葉で喋ってる。どんな感じで喋ってるんですか。うー、チューチューチュー、かわいいですね。うーって似てる。やめてやめて、寄せる気ゼロだからやめて。はい、もう一件ハリの隊員いただきましたよ。諸星団のプライベート実はこんな感じ。怪我をした野良猫を拾っては元気になった頃に逃げられている。巣立たせてんじゃないんだね。そう、逃げ、もう逃げられちゃうんだね。よし、もう動ける。こんなとこにいられるか。にゃ猫側なんだ側なんだいいですな。じゃあそして最後の、うん、いきますね、大喜利。ウルトラネームカイザータッコングさんからの諸星団のプライベート実はこんな感じ。ミクラスアギラウィンダムのぬいぐるみに最近の仕事のことを話している。かわいい。なんで指名制なんですかね。あ、これはね、はい、あのミクラスアギラウィンダムっていうのは、はい、あの特撮ウルトラセブンでの諸星団のカプセル怪獣、はい、はい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 、思い出した思い出した。困った時に、はい、行けミクラスアギラウィンダムつって助けてくれるんですね。わかりました、呼ばれました、ドーンって出てきてみたら。そうそうそう、出てきてみたら。ちょっと聞いてよ。聞きます聞きます。何ですか何ですか。いいやつらだなそれだけ。カプセル怪獣いいやつらだなめっちゃ聞いてって言われたから。今絶対一人ぐらいはうんざりしてるだろう。いや、ちょっとね、あの、うん、ドンクサイコとかもいたりして、ちょっと可愛いんですよね、それがまた。でもそれの、うん、その本人たちじゃなくて、うん、これぬいぐるみに話しかけてる。あ、本当だ、ぬいぐるみだったわ、うん、欲しいんだな。作ってあげよう。あ、作ってあげたい、うん、経費で買ってたいのぬいぐるみね、うん、はい、そろそろお時間です、うん、もういいんですよ。これはこれ楽しいコーナーなんですけれども、うんうん、後に大事なもん控えてるんで。そうそうね、はい、ということで、まあ、今回でこのお題はね、ちょっと面白かったですけど、うん、終了です、はい、ではここで新しいお題を発表します、うん、ね、新しいお題いろいろ欲しいんですってお願いしたところ、たくさんね投稿いただきました。本当にありがとうございます、うんうん、ありがとうございます。なんですけれども、うん、もう条例、やっぱ条例いいの送ってくれるよ。ウルトラネームハリの隊員さんから新しいお題です。北斗星司が悩んでいるその理由とは。いや、やっぱり諸星団まで来たら今度は北斗星司でしょというところで。嬉しそうやな。はい、はい、君が読むことになるんだからね。あ、確かに確かに確かに、ということでウルトラを新しくね、こちら募集しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、以上ネタ投稿コーナーウルトラマン大喜利ウルトラ王をお届けしました。コーナーにも投稿引き続きよろしくお願いします。
アニメウルトラマンウルトラジオ。ウルトラジオインフォメーション。ここで番組からのお知らせです。まず原作コミック情報。原作となる漫画ウルトラマンはコミプレヒーローズにて毎月25日に最新話更新中。ウルトラマンとして再び苦悩する進次郎、必見の第121話が無料公開中です。続いてアニメシーズン2配信情報。アニメウルトラマンシーズン2はネットフリックスにて全世界190カ国以上の国で好評配信中です。北米だけでなくアジアのお客様にも大好評という勢いをそのままに2023年のファイナルシーズンへ突入します。まだご覧になられていない方はぜひご視聴ください。さらにピックアップ商品情報。ウルトラ6戦士がついにソフビシリーズに集結。現在大好評発売中のウルトラマン7だけでなく、エース、ジャック、ゾフィー、タロウと4戦士もバンダイムービーモンスターシリーズになって登場。現在プレミアムバンダイにて好評予約受付中です。ぜひチェックしてみてください。わーい。最後にイベント情報。東海岸最大規模のコミコンと呼ばれ、10月6日よりアメリカニューヨークにて開催されるコミコンへウルトラマンが堂々参戦。新情報も続々と発表予定、お楽しみに、などなど。インフォメーションの詳細はアニメウルトラマン公式サイトにてご確認ください。以上、ウルトラジオインフォメーションでした。ゲストの方はこの後すぐ登場していただきます。引き続きウルトラジオをお楽しみください。ウルトラマンウルトラジオ。さて今回はウルトラジオ初のコラボ企画、この方たちにゲストにお越しいただきました。自己紹介お願いします。ウルトラジオお聞きの皆さん、はじめまして、広瀬優也です。はじめまして、宮本ゆめです。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。すごい、二人来てくれた。他番組から来てくださった。ありがとうございます。本当に呼んでいただいて、いらっしゃいませ。めっちゃ嬉しいです。メグは向こうにお邪魔してるんです。そうなんです、一度お邪魔して、はい、させていただきました。二人はだってもうラジオ長いんだもんね。そうなんですよ、結構作品がやってる時からなんで、2018年ぐらいからやってる、うん、先輩や、先輩番組だ。いやいやいや、何をおっしゃってんの。なんか続けさせていただいてます ね、 ね、ありがたいです本当に。嬉しいね、うんうん。もうなんか、いや、もう早速なんかいろいろメールいただいてるんですよ。あ、はいはい、ご紹介しちゃっていいですかね。お願いします。ウルトラネーム SSSS ソニトクリームさんからいただきました。ウルトラマンとグリッドマン、どっちも大好きな作品です。ありがとうございます。ウルトラマンは今年初めに開催されたコラボで知りました。新たな出会いがあって楽しかったので、ぜひまたコラボお願いします。またグリッドマンでは映画、ウルトラマンではアニメファイナルシーズンも楽しみにしています、ということで、いろいろやっぱどちらもね展開し続けていますからね。そうそうそう。ということでお二人にはね、 SSS グリッドマン、まあグリッドマンって呼んでいいんですよね、はい、この場合、はい、そうです、の主人公ヒロインを演じられたお二人と試していきたいと思います。ありがとうございます。何の脈絡もなく別にね、いやいや、メグが行ったりお前こちらお招きしてるわけじゃないんですよ。一応ね、関わりというかね、ありましたからね、ありますので、うん、改めまして ね、うん、グリッドマンを知らないリスナーの皆さんにもお伝えしてほしいということで、うん、まあ、ぜひぜひご本人お二人の口から、うん、グリッドマンとは、とは難しいんですけど、うん、一応あの特撮がまず原作にありまして、うん、もう当時で25年前って言ってたんで、もうだから29年前とかですね。なるほど。に、電光超人グリッドマンっていう特撮をやっていて、でその時もグリッドマンの声はまあ緑川さんが、うん、ほんと僕ぐらいの時です、僕がちょうど主人公やったのがその21、2歳だったので、うん、その時に緑川さんもちょうど当時それくらいの年齢で、グリッドマンをやられていたっていうので、それが25年経ってまさかのアニメの世界になるっていう、うん、でこうで特撮がそのまま新しくやるんじゃなくて、こうアニメにするっていうのがもう新しい展開でもあって、でもこうアニメだからって言ってこうその例えば怪獣の動きとか、うん、そういうのもちょっとこう特撮リスペクトじゃないですけど、うん、マージュみたいなのがすごくたくさんあって、監督が大好きな監督でね、いや、そうなんですよ、そのトリガーさんがやられていて、うん、雨宮監督 もう元からこうスプライの作品も好きっていうのもあって、うん、グリッドマンアニメ化しようってなったんですけども、うん、でまあ出てくるキャラクターは正直グリッドマン以外はこう新キャラというか、うん、アニメに通して全員新しくなってるんですけど、うん、まあでもところどころこう電光超人の時にも
あったようなシーンとかそういうのも散りばめられていて、いい、ね、まだどちらも新規も楽しめるし、まあ元から知ってる人も、うん、あ、これもしかしてこのシーンってあれなのかなみたいな、うん、そういうワクワクもあるっていう、愛を感じるね、作品でございます。だからまあウルトラマンもグリッドもちょっとこう、まあ同じとは言わないんですけど、まあでもつぶらやのね、そうですね、うん、ファミリーと同じファミリーでこうヒーローになって怪獣と戦って倒していくみたいな感じでございます、うん、がまあアニメに今なって、はい、完全に新たな設定でということなんですかね、はい、そうですね、うんうん、なんかアニメはなんですね、なんか怪獣たちの戦いだけじゃなくてさ、人間同士のなんか感情同士のぶつかり合いみたいな、確かに人間ドラマな面もあるのが結構、だからその今時っぽいテンション感というか、うん、それこそ僕が演じるユータとヒロインのゆめさんが演じるリックも、うん、本当に今いる高校生のテンション感というか、ナチュラルにナチュラルに演じていくみたいなのもあって、まあ、ちょっとだ濃い模様っぽいのもチラリしたり、甘酸っぱいよね、やっぱ不思議なんですよね、うん、普通の学校にやっぱ怪獣が現れるっていう、そのなんか謎の違和感みたいな、まあ、SE とかもねほとんど入ってなくて、ね、音楽とかも1話とか全然入ってなくて、掛け合い重視みたいな、さっき実は早めにここ入って1話見たんです。ありがとうございます。嬉しい、面白かった。面白かった、嬉しい、ありがとうございます。なんかいい、なんかグッと引き込まれるものがあるというか、まあもちろんその今2人が言って、ゆめちゃんが言ってたみたいに、うん、もちろんバトルもいいんだけど、うんうん、そこまでのなんていうの、学生同士の会話というか、シーンもなんかそれだけでなんか面白いみたいな、あー嬉しい、すっごいナチュラルな、うん、なんかこう世界観というか、うんうん、コロナ前に撮れてたっていうのもあって、みんなでね、だから掛け合いできましたね、大事だね、めっちゃ楽しかったよね、それが良かったですね、いやどうですか、改めて推しポイントというか、推しポイント難しいんですよね、推しどころ満載だね。なんでしょう、もウルトラマンを見てる方が、うん、もしこれ聞いてる方が多いのであるとすれば、うん、私は怪獣のカラフルさとかポップさ、あ、かな、確かに一番最初、まあちょっとね、ネタバレじゃない程度に言うと、はいはい、シルエットで怪獣がこう最初は見えてたのが、はいはい、登場したら意外とカラフルなやつが出てきて、そうなんですよ、面白いなと思ったんだ、現代っぽい特撮作品に見えるというか、いろんな怪獣も出てくるので、うん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 、しかもこうグリッドマンもこうなんて言えばいいんですかね、ウェポンみたいのもあって、例えば剣だったり、ウェポンだけど、武器、武器、そうそうそう、ウェポン、武器、ウェポン、ウェポン、大丈夫ですか、横文字が分からない、まあ武器ね、みたいな剣だったり、逆にちょっとこう腕が強くなったりとか、そういう男心くすぐる合体みたいなのがあったりして、そうなんですよ、そういうのもあったり、あともうヒロインがとにかく可愛いし、出てくるキャラクターも可愛いので、なんかそういうところから入るのもありかな、なるほど、確かに確かに、1話はね、まあ、あのこのゆめちゃんのリッカー、はい、リッカーが割とねほぼだったけど、 それ以外にもね、ちらほらメインコールなんですよ、そうなんですよ、太もも派なのかとかねっていう論争もあったりとかするのでね、わざと作られてて、うん、リッカーちょっと、いや、そうなんだ、監督の太もも派の人はリッカーみたいな、太ももだからちょっと本当に太く作られてきて、いや、むっちりしてんだよね、アカネっていうキャラクターはもう、お胸がグラマラスな感じなんですよ、なるほど、みたいな、そういうちょっと引き付けポイントが、ね、作るポイントがね、たまらない。でもこうイケメンなキャラクターも出てくるので、うん、まあ女性が見ててもこういいなっていう、そうビットっていうちょっと年下、ね、年上余裕イケメンとか、うんうんうん、ちょっとイケオジっぽいキャラクターも出てくるんですけど、キャッチーになったよね。だからなんか特撮だとさ、ちょっと敷居高いけど、ね、ここから見れたらすごくね、うん、入りやすいよね、特撮の方もね、確かに情報いい塩梅ですね、普通にこうアニメ見てる人も楽しめるし、うん、特撮ファンも楽しめるっていう、あとやっぱり主題歌かかるタイミングな、あー、美味しそう、ね、特撮見てる感じの あの気持ちになるなって思いましたね、楽曲がねもう素晴らしいですから、ね、すごいよ、いいよね、いや、なんかエモかったわ、なんかわかる、もう10代だしさ、最初さ、始めたってさ、そっか、なんかこう、あ、新時代を見てる俺、いやそれがもう5年前ぐらいなんだよね、そうですね、ジジイだ、いや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 、嬉しいですね、でも見ていただけたら、ありがとうございます、うん、素敵な作品なんで見てください、ね、みんな各種配信サイトで見れるということなんですね、ネタフリでもありますから、お願いします、はい、さあということで、ここからはですね、ゲストの広瀬ゆやさん、宮本ゆめさん宛てのウルトラメールをご紹介していきたいと思います。はい、まずはウルトラネームオクラハマミキさんからいただきました、ありがとうございます。パーソナリティの木村さん、
ハンさん、こんにちわっち。こんにちわっち。ゲストの広瀬さん、宮本さん、グリニチワ。グリニチワ。グリニチワ。以前、ハンさんがトリラジのゲストに来た時、宮本さんは、アニメウルトラマン全部見ました、うん、とおっしゃっていましたが、改めて主人公、進次郎役の木村さんと、アニメウルトラマンについて魅力的だったところや印象的だった点をお話しして、いかがでしょうか。俺も見てるし。いじりいじり。なんか一対一トーク。いじりいじりじゃないのかな。そう、そういうこと話させていただいてもいい。まあ、いいよ。一緒に話そうよ。木村さんいらんやろ。進次郎でいいだろ。進次郎とウルトラマンでいいだろ。はい、いや、私にとって初めてのウルトラマンなんです、実は。うん、ああ、なるほど。それは嬉しいよね。そうなんです。これはね、意外といらっしゃるんですよ。ああ、多いんですか、うん、いや、だからなんか、なんだろうな。正直特撮のウルトラマンってどっから入ればいいか正直分かんなかったので、はいはい、見れなかったのがあったんですけど、アニメのウルトラマンかっこよすぎて、うん、で、そのもともとセブンが誰かとか、うんうん、太郎が誰かとかを全く知らないので、うんうん、アニメを見た時に、あ、この人もウルトラマンなの、ね、確かに、あの人もウルトラマンなのみたいな、スーツがこう適応で変身した瞬間のね、熱さ、そう、でも最後に太郎さんもさ、うん、出てきたりして、太郎さんも知らなかったんで、うんうんうん、あ、そっかそっかそっか、そうなんですよ、未知な状態から見てもおもろいっていう、いや、これ嬉しいね、うん、嬉しい、僕も全く一緒ですね、うんうん、それこそ特撮ウルトラマンを通んなかったんですよ、うんうん、どっちかっていうと違う、うんうん、あっちの方の、うんうんうん、あっちの方の仮面な方のとか、なんちゃらなんちゃら、ね、あの方だったので、うんうん、それこそグリッドマンを携わってからこう見るって形で、うんうんうん、ウルトラマンもそれこそメグさんが来てくださったことによってその後に見たみたいな、うんうん、やっと一気見したもんね、めちゃくちゃ嬉しい、ね、映像がほんとすごいですよね、確かに、ね、うん、たまらなくかっこいいですよね、もう男の夢が詰まってましたね、まあ、確かにね、あってほしい、こういう時に駆けつけてほしいとか、こういう風な変身したらかっこいいだろうなみたいのがめっちゃ詰まってて、すごい胸熱でしたね、うん、嬉しい、ゲストさんをお招きしてゲストさんにこっちの番組の良さをね語らせるっていう、新しいですね、初めて こっちも初めての試みですね、いやでも嬉しい、ありがとうございます。続きまして、あ、俺か、ウルトラネーム J さんからいただきました、ありがとう、木村さんはじめまして、ハンめぐみさん、また会いましたね、広瀬くん、ゆめさん、おはよう、おはよう、おはよう早速ですが、めぐみさんは少年の男子の演技に定評がありますが、確かにこれからの宮本ゆめの無限の可能性を広げるために少年の男子の演技をうまくできる方法とか伝授してくださいということで、以前来ていただいた時も少しお話させていただいたけど、私聞きたいのが、やっぱ北斗のイケメン感、なんか男の子、可愛い男の子だけじゃなくってことか、そうイケメン感ってどうやってらっしゃるんですか、イケメンだった、え、イケメンですか、いやだから戦いの時とかっこいい時はすごい、でもなんか自分そのつもりあんまりないんですよ、だからそれかもしんない、そのつもりないんですよね、あ、そっか、イケメンはイケメンとしてやらないですもんね、なんかあざとくなっちゃいません、わかんないですけど、でもそこは男性にも聞きたい、なんか、イケメン、イケメンって言われる役をやる、僕はイケメンの役あんまないんですよね、どっちかっていうと可愛いようなあー、でも弟タイプとか、そうなんですよ、だからメグさんがもうそのイケメンもできるんで、もう僕としては本当に辛いですよね、その全部やられちゃうともう僕らの仕事が、おいおい後輩にやってくれよ、お願いしますよ、頼むよ、いや近頃は同じ役をやっぱ男女で受けるんですよね、やっぱそうですね、ちょっと等身が下がると、そう、声的にもさ、ハイトーンボイスの方も増えてきてるから、男性でも、だからね、こっちも取られまいとしている、あそうなるほどな、そう、オーディションで見ると、あ、来てる、このライン来てるっていう、いつもいるって思いながら、逆に女性の役をやってらっしゃる男性声優さんもいらっしゃいますもんね、そうね、いますな、不思議な、確かにすごいですもんね、ガヤとかも輝いてるからね、確かにね幅広げていかないとなと、イケメンか、イケメン、イケメンをやるって難しそうですよ、どうしても女、ゆめちゃんにはじゃあ後ほどゆっくり、はい、この半目組からいいんですか、イケメン成分を伝授してもらって、でも一個だけあるとすると、これこの前も言ったかも、無理のない音域でやる、あ重要じゃないですか、結構高いところに触れないようにするとかって、あ、じゃなくて逆かな、どういうことそう、自分ができるこの声幅のレンジでお芝居できた方が楽じゃない、自由にできるし、もしそれでキャラソンなんて言われたら、無理なところで作っちゃうとできない
ないし、あとそれで貼るとかって言われたらね、声張っちゃうとね、やっぱそういうの出ちゃうから、無理のない範囲でやるのが一番。最初に作るときにしっかり作る、もうしっかりそう、うわー、作るのがいいと思うよ。ありがとうございますガチ勉強してしまって、いやいやいや、いやとんでもございません。夢が叶いますように。叶えますね、夢よくね、うん、ありがとうございます。はい、続きまして、ウルトラネーム穀物連鎖さんからいただきました。ありがとうございます。木村さん、ハンさん、広瀬さん、宮本さん、こんばんじゅわ。こんばんじゅわ。さて、広瀬さん、宮本さんは4年前からずっとラジオを続けてきて息もぴったり、うん、たまに広瀬、夢と互いを呼び捨てにするくらい仲がいいですが、木村さんと宮本さんも同じ事務所で付き合いが長いのではないかと思うのですが、子供の頃の思い出とかってあったりするのでしょうか。キャー、お話ししていいんですか。だって、ゆめちゃんが成人したって未だに実感がない。そうですよね。初めてお会いした時ってどの7歳、6歳とかだと思います。一番最初にお会いした。で、ずっと、現場ではお会いなかなかできなかったんですけど、中学生の頃に、坂道のアポロンっていう作品でご一緒させていただいて、もうなんか、全く私は、こう、知り合いもいないし、うん、仕事もほとんどしたことないぐらいのキャリアだったので、一人でそわそわしてたんですよ。したら、ロビーに座ってたら、良平西さんがスッて座ってきて、エクレア差し出してください。うわ、優しい。言葉じゃなくてね。なんか、いいっすね。めちゃくちゃかっこよくない？確かに。変に、ね、言葉よりなんかこうね、スッとこう、やんのがかっこいい。いや、そう。それで、自分だけじゃなくて、ご自身も隣に座ってくださって、シュークリーム食べてくださって。すごい。一緒にお菓子を食べて。そう。もう、その人から私はもう、事務所内の憧れの先輩なので、今日はめちゃくちゃ恐縮しております。この子がね、いや、この、いや、知ってんだよ。この子はこのなんか、すごいいいエピソード感満載で、この話をね、よくしてくれてるのは知ってるんだけど。隣でお菓子食っただけやわ。いや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 。スタジオでお菓子食っただけの話。めちゃくちゃ嬉しいですよ。本当に。嬉しいね。一生忘れないですね。そう、だからもうその頃から考えるとさ、うん、もう本当に大きくな、大きくはなってないかな。身長は伸びないんです。ちっちゃいままで。立派になったなと思ってさ。いやいやいや、嬉しいやんな。すげえ思い出やな。だからなんか割と2人ともだからね、あのデビューが早いというかね、広瀬も子役じゃないけども、そう、僕18ですかね、それこそもう一発目も良平さん、俺もだから良平さんですよね、あのメインのあの音楽の、あ、そうだね、ゲームが初めてで、あれだギリ高校生、俺高3でしたね、だったのね初めてのイベントで親を呼んでもう俺のカースめっちゃ恥ずかしいんですけど、マジで楽屋挨拶までついてきて、いや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 、スタッフさんが多分いいですよみたいな言ってくれたんですよ、したらもう良平さんとか鳥海さんとかみんなこうわざわざ俺の母さんの前に来てめっちゃなんか俺らは盛り上がるじゃん。いや、お母さん、確かに、確かに、すっごい恥ずかしくて、ゆうや大丈夫でしたとか言い始めて、お、マジでやめてくれそういうのみたいな、俺はちょっと笑顔でこうやんとか、いや、すごいね、ちゃんとしましたよみたいなこと言ってくれて帰ってくっていう、マジでやめてくれよと思って超恥ずかしい。いや、生配信してもさ、時間が遅くなるといられないからさ、そうだね、先に ね、 ね、この時間までなんでって帰ってた広瀬とね、ゆめちゃんお迎えして、いや嬉しい、いや嬉しい、おやけの場でね、お話できて嬉しいです。はい、続きましていきましょう。ウルトラネームカールさん、ありがとう。ありがとうございます。りょうえさん、めぐさん、こんにちは。こんにちは。ゲストの、ゆうちゃんゆめさん、はい、あ、ゆうちゃんゆめさんね、とりにちは、とりにちは、もうなんかお互い挨拶が多いですねバリエーションいろんな挨拶、グリッドマンラジオ、とりあえずユニオンの頃から数えるとほぼ丸4年も続く長寿番組に成長しましたね。広瀬宮本コンビが揃った時の化学反応というか爆発力のあるやり取りは聞いていて退屈しません。息ぴったり、相性バッチリのお二人ですが、仲がいい分たまには喧嘩をすることもあるでしょう。特に酔っ払ってる時は。カール。そこでこれまで二人がガチで喧嘩した時の面白いエピソードあればぜひ聞かせてください。面白くないからガチ喧嘩。面白くなくてもいいのでガチ喧嘩のエピソードあったら聞かせてくださいっていう俺の付け足しです。知ってるよね多分。我々ラジオで話してるよね。まあでもなんかたまにちょこちょこあるんですよね。じゃあこっちのラジオのリスナーにも聞かせたいんじゃないですか。朝3時ぐらいになるともうそれはでもそういうのあるじゃないですか。まあ、そういうもうモードを古き良き役者はね、やっぱこう同い年っていうのもあって、結構この性格もちょっと似てて、お互いこうあんまりこう
遠慮しないというか、うん、しっかりダメな時はダメっていうし、うん、みたいなのもあるんで、まあ、普通に、まあ、芝居のことでもそうですし、普通にお互いのプライベートのことでもなんかめちゃめちゃ喧嘩するの、どっちが先に噛みつくの、どうだろうな。いや私が多分急になんかスイッチが入って、いやそれはどうなのゆうちゃんって言ったりし始めるんですよ。それでなんかまあ俺もそこ言われっぱなしじゃねえぞ。いやそういうことですよね。いやいやいやみたいな、なんかいろいろあるんでしょうね、多分考えとかが、そのまあ芝居にことに関しても他のことに関してもみたいなのいろいろあるから、まあでもそれはでもそれもゆめさんも良くないんじゃないのみたいな。いやでも私はみたいな。いやだからそういう感じだからじゃないのみたいな。どんどんどんヒートアップしてくるみたいな。でも始まった時もう3時だよすでに。あでも5時と。でも最後は多分テキエスとか飲んで帰る。ねえ、お兄さんの前で言わないで。今のシワッチだから。今のシワッチ大丈夫。いやでもまあ別に聞いてるから。各社で。ありがとうございます。そういうだから、へえ、だから別にその長引くとかはないですね。ちゃんと。あ、その日で終わる。その日で終わる。朝起きて二人ともなんか、あ、なんか喧嘩してたね。だから覚えてないんだね。おぼろげなんだね。おぼろげなんだ。あんま覚えてないよね。残さないよね。いいね。あ、それ。かわいいじゃん。かわいい。いや、でもそう、なんかちょうどいい年代の大学ぐらいから出会ってたっていうのもあって、多分、ちょうどよかったんでしょうね。心の友な感じ。全て同じ。話せるっていいね、素直に。そうなんですね。喧嘩するぐらい吐き出せる相手って大人になるとなかなかね。確かに。出会えなかったりもするし。確かに。いつもありがとうな。いやいや、よかったよ。いいくだり。落ち着いてよ。いいくだりになった。いいぐらいになりました。じゃあ、続いてご紹介していきますね。ウルトラネーム、ケロさんからいただきました。ありがとうございます。木村さん、ハンさん、ゲストの広瀬さん、宮本さん、鳥日ジェア。鳥日ジェア。鳥日ジェア。新しい。ウルトラジオからハンさんがゲストで鳥ラジに参加され、うん、今度は鳥ラジからパーソナリティのお二人がウルトラジオにやってくるという、交換留学かのような形が個人的に新鮮で、ゲスト発表された時は、そう来たかととても驚きました。ゲストの二人のことは存じ上げてはいたものの、恐縮ながら、意識して作品を見たことがなかったので、うんうん、今回のこのウルトラジオを機に、この度、アニメ、グリッドマンを一気見しました。ありがとうございます。ほやほやの状態、ただいま AM 午前4時と、ありがとうございます。グリッドマンめちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。お二人のお芝居もキャラクターも大好きになりました。それと同時に自分と同世代でこんなに活躍されている方がいらっしゃるんだという事実に思わず胸が熱くなりました。そんな広瀬さんと宮本さんに同世代の一人としてぜひお聞きしたいのですが、約約5年から5年から10年後、今の木村さんやハンさんと同じぐらいの年齢になった時、うん、どういう役者でありたい、どういうお仕事に挑戦してみたいと思いますか、うえーというお便りでした。なんかトリラジと全く違うようなお便りが、しっかりとした話だなんか、ね、届きますね。初めて話すね、こんなことね。あります、どういう役者というか、10年後十数年後、36歳ぐらい。でもなんか今こういうちょっと、うん、なんて言えばいいですかね、元気とかポジティブめな考えというか、うん、陽気な人間なので、うん、なんかそのままでいたいなみたいな。その10年後もなんか後輩からいじられたり、うん、ちょっと例えばですけど、なんかそういう敷居の低さみたいな、うん、お芝居はもちろんいろいろやりたいですけど、人間性的な意味で言うと、うん、なんかずっとそういうヘラヘラした人間でいたい。言い方あるよ。いや、なんて言えばいいですかね。話しかけやすいポジションに。そうですね。ちょっとまた違う方言うのおかしいんですけど、例えば下野さんみたいな、ああいうこういたら笑顔になって、こう先輩後輩からもなんかこう愛されて、でもしっかり活躍もされてるみたいな、ああいう方を目指したいですね。あ、素敵ですね。いてほしいよね、そういう人みたいな。現場にいると嬉しい。宮本はやっぱ人間、なんかお芝居はもちろんなんですけど、うん、人間的に魅力的な女性でありたいかもしれないです。あ、人としてね。人として。お芝居も頑張りたいんですけど。その魅力とかってなんか方向とかあるの？こういうのが魅力的だなとか。やっぱ現場に一人、あ、自分がいたら現場が明るくなれるような人？あ、同じじゃん。確かに言っていることはそうかもしれない。一緒だわ、確かに。それってもしかして、ハンメグミ？もしお気づきですか？それ望んで、いや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 、いやでもどちらかというとというかさ、確かに
朗らかにしてくれるキャラクターだと思う。とりあえずラジオにゲストでいらしてくださった時もすぐご飯行こうよって言ってくださって、リップサービスなのかなと思ったらすぐ LINE で最初にもうお店も全部メグさんが全部決めてもらって、行こう行こうみたいな引っ張ってくださって、マジで憧れです。そういうフランクに話してくれる先輩というか、ありがとうございます。何もいいこと言えないこういうとこだよ。いやだってさ、分かると思うけどさ、絶対忙しいじゃん、めちゃくちゃ活躍してるし。だけど何かを雑にしたところ俺一個も見たことないのよ。いや、これさっきの仕事とか、さっきの読みとか、読みは、読みはもうちょっと練習してもらって、そこは対策しようと思う。本当にすごいなと思う。でもまさかの2人ともなんか仕事のこととか芝居のことっていうよりも自分としての 見え方であったりとか立ち方みたいな方を語るんだね。そうですね。面白かった。でもなんかそれって結局やっぱお芝居に表現に乗る気がしません？繋がっていくことか、ね、する気がしますよね。いや非常に、これは結構面白いメールいただきました。ありがとうございます。さあ最後いきましょうか、ウルトラネームアキナ、ありがとう。りょうえさん、ハンさん、そしてゲストの広瀬さん、宮本さん、こんにちは。こんにちは。広瀬さんと宮本さんがパーソナリティのとりあえずラジオに以前ハンさんがゲスト出演された際に30代のハンさんから20代のお二人に向けてのアドバイス、メッセージを送っていましたが、さらに年上の、そして役者としてもいずれな大先輩のりょうえさんが現在20代のお二人にアドバイス、あこれは確かに、わ、聞いたんですか。りょうえさんの生き様はやっぱ男としてかっこいいからな。するとしたら、やべえ、これ事前に読んでなかったな、このメールしたら急にアドバイス、まあ、なんかね、わかんない、俺は知らんよ、俺は自分のことしか知らんからわからんよ、はい、わからんけれども、まあ、二人とも20代で今そうやってさ、やり合ったりとかするってことはさ、少なくともさ、自分以外の道を、こうやって、その、注目、相手のどういう生き方とかさ、どういうスタイルでやってるかとかに注目してるってわけじゃん。ってことは、自分の形も定まってないというかさ、揺れる瞬間があるわけじゃん。ってことは、まあ、多分だけど、ひょっとしたらこういう方がいいんじゃないかとか、今の自分違うんじゃないかとか、もっとこうなるとか、いろいろ考えるタイミングが多分あるのよ。20代で俺はあったし、そういう時に自分の歩いてきた道を振り返ってほしいなって思う。これだけ18歳とか年齢一桁とかからやってきて、結果ここにいるわけじゃん、はい、そこになんか自信を持ってほしいなってすごい、やれてるよって、なんか泣きそうになってきた本当にやばいどうしよう、染みない、めちゃくちゃ意外と結構ね、自信になる自分がやってきたことってなって、そっか、確かに後ろ振り、確かにな、今自分にも響いちゃったさすがにお姉さん、全員に響いちゃった。以上、お便りをご紹介してゲストのお二人にお話を伺いました。すげえ。アニメの感想、パーソナリティ、ゲストの方宛てのメッセージなど投稿よろしくお願いします。アニメウルトラマン、ウルトラジオ。さて、ウルトラジオ第9回、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。このウルトラジオにはおまけパート、裏ウルトラジオもあります。時間の関係で本編ではご紹介できなかったメールをご紹介します。よろしければ温泉プレミアムサポーターに登録して聞いてください。特に相田つみおさん、カールさん、メールを採用しているのでぜひ聞いてくださいね。ウルトラジオは2023年配信予定のアニメウルトラマンファイナルシーズンまで続けます。次回の配信は10月26日水曜日を予定しています。お楽しみに。ゲストの方のお知らせなどはツイッターのアニメウルトラマン公式アカウント、もしくはインターネットラジオステーション温泉のアカウントをフォローして通知をオンにしてください。よろしくお願いします。さて、ウルトラジオ第9回グリッドマンより広瀬ゆうやさん、宮本ゆめさんとお届けしてきましたが、お二人いかがでしたか。ちょっとね、染みちゃったよね。いや多分我々のファンからしたらちょっと考えられないテンションだったかもしれないですね。ねえ、2人でこう同時に喋り続けるっていう、ラジオとしてはあるまじき行為をずっとなんかブラーって喋って、ずっと喋ってるからね、もう喋りすぎですってこう言われて終わるみたいな、今日ずっとなんかちょっとはーい確かにみたいな、別人みたいな、俺たち気づいたら終わってたよね。ちょっとどうしよう、不思議な感覚ですね。楽しかった。そんなのもね、じゃあ聞きたかったらぜひそちらのラジオ、ね、聞いていただいて皆さんにも、うんうんうん、よろし
くお願いします。ありがとうございました。はい、お二人から改めて、リスナーの皆さんにお知らせなどあったりしますか？先ほどもお伝えさせていただいたんですけど、グリッドマンユニバースというものについて改めて伝えさせていただきたいと思います。完全新作劇場版となるグリッドマンユニバースが2023年に全国公開されることが発表されました。合わせて公開されたティザービジュアルにはアクセプターが亡くなった手首を見つめる響きゆうたが描かれており、また服装がテレビシリーズから変わっていることにも要注目です。キャストも一部解禁され、グリッドマン、ダイナジェノンで活躍したキャラクターが並びます。どのような物語になるのかぜひお楽しみに。そして一部キャストもね、この間発表されておりました。グリッドマン、緑川光さん、響きゆうた、広瀬優也くん、宝田立花、宮本ゆめ、宇都宮翔、斉藤相馬さん、浅中よもぎ、えのき純也さん、南ゆめ、和歌山しおんさん、山中こよみ、梅原雄一郎さん、飛鳥川千世、安西千佳さん、ありがとうございます。よく読めました。すいません、ちょっとこんなね勢ぞろいでお届けしたいと思いますので、ね、グリッドマンとダイナゼノンがね、はい、こう並んでるっていうのは初めてなので、うん、ぜひ見ていただきたいです。ぜひぜひ続報にご期待ください。よろしくお願いします。そして再放送情報です。はい、劇場展開に先駆けてグリッドマンに続きダイナゼノンも再放送が決定いたしました。 BS11 にて10月4日火曜日25時からになります。こちらもぜひご覧ください。ポップアップ情報、トリガー×文房具カフェ10周年アニバーサリーコラボカフェが東京表参道にある文房具カフェで絶賛開催中でございます。大好評により期間を延長して10月10日の月曜日までの開催となっておりますので、まだの方はぜひ行ってみてください。トリガーの吉成陽さんによる新規の書き下ろしイラストを使用した特典やキャラクターイメージのコラボメニューが盛りだくさんでございます。ぜひ遊びに来てください。詳しくは文房具カフェで検索してみてください。ということで、広瀬さん、宮本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。グリッドマンユニバースね、ぜひ見ていただきたいので、頑張ってください。ありがとうございます。ではウルトラジオ第9回はここまでです。お相手は早田慎二郎役木村良平と、北斗星司役半めぐみと、広瀬優也と、宮本ゆめでした。次回の配信をお楽しみに。じゃあまたね。またね。アニメウルトラマンウルトラジオ、この番組はウルトラマン制作委員会の提供でお送りいたしました。ウルトラマン、ウルトラマンファイナル。これはウルトラマンのもう一つの答え。